はい、トイトイです。今回紹介するのはこちら、集まれアンパンマン66、全9種類です。こちらの9種類はこのソレイケアンパンマン、ふわふわふわりーと雲の国、深田恭子さんがふわりー、アンタッチャブルの山崎さんが雲の長老をやるふわふわふわりーと雲の国ですね。まずはカレーパンマンから見ていきます。はい、こちらに集まれシリーズ66書いてありますね。集まれアンパンマン、カレーパンマンで、この丸いボールは何だろうって思ったんですけど、ここにゴールがありますから、おそらくあれですよね。あれって何だろう。さあ、ラムネにカレーパンマン、こちら。さあ、カレーパンマン出ました。さあ、このボール、このボールはもちろんバスケットボールです。ボールと頭の色がカレー色だ。次はこちら、クリームパンダ、クリームパンダちゃん。カレーパンマンがバスケットボールで、このクリームパンダちゃんはボールにラケットを持ってるね。これは何のスポーツだろう。さあ、開ける。ラムネ出た。クリームパンダちゃんはこれは卓球だ。卓球のラケットを持っていた。嬉しそうに笑ってる。次、バイキンマン。今回のシリーズは全部スポーツシリーズだ。カビルンルンが持ってるボール、これサッカーだな。さあ、バイキンマン、どういうボールを持っているのか。バイキンマンは銀色のかっこいいボールだ。緑のバイキンユニフォームに10番の背番号だ。すごい、バイキンマン、エースストライカー。さあ、食パンマン、これはバックネットにホームベース、これはバットか。ジャムおじさんも応援している。さあ、開けてみる。ラムネ出た。さあ、食パンマン、これはバットだな。カキーンとバットです。そして主役のふわふわふわりーちゃん、ふわりーと雲の国ではドキンちゃんと仲良し。さあ、ふわりーちゃん、ふわりーちゃんって雲の国のお姫様かな。映画ではどうなんだろう。雲の国の王女様だったらいいのにな。ふわふわふわりー、ふわふわふわりー、かわいいピンク色のスカートに赤いリボン、そして首には何の宝石かな。ブルーの水晶のような形の宝石がついてるね。とってもかわいい笑顔です。頭のぼんぼりも雲の形をしていて可愛いです。次はダダンダン、映画に出てくるのか。ダダンダンは何の競技だ。ここに島状のボールが持ってて H 型のゴールがあるな。これは何だ。さあ、ラムネ。さあ、このダダンダンは、はい、みんなわかるね。これラグビーボールだ。ラグビーボールを蹴ってシュート、入ったー。ダダンダンすごい。コウキンちゃんも何かスポーツしてる。赤ちゃんマンと一緒のラケットを持っている。これは何だ。さあ、ラムネ出た。さあ、かわいいコウキンちゃん、これテニスボール持っててラケットだからテニスだ。楽しそうに赤ちゃんマンとテニスをしてるんだね。さあ、次はドキンちゃんだ。ドキンちゃんはスポーツは別にしてないな。ここにホラーマンが見てるけど、さあ、どういう形だ。普通に手を挙げてこんにちはって感じで、ふわりーちゃんと仲良しだ。さあ、最後は我らがアンパンマン、何か旗を持っているアンパンマン印、よいしょ。さあ、アンパンマンはこちら。アンパンマンはそのままアンパンマンの旗を持ってる。アンパンマンチームを応援してるのかな。もう一度見ます。カレーパンマン、クリームパンダ、バイキンマン、食パンマン、ふわり、ダダンダン、コキンちゃん、ドキンちゃん、アンパンマン。はい、今回は
集まれシリーズ66、集まれアンパンマン、ふわふわふわりーと雲の国、紹介しました。ご視聴ありがとうございました。またねー。